24、26、29回、BTC ピアノコンクールに出演されました。それでは早速ですが、山内さん、素敵な演奏よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中ご来場いただきありがとうございました。早速ですが、1曲目から演奏させていただきます。よろしくお願いします。
1曲目、ご視聴いただきありがとうございました。この曲は、ベートーベン作曲の、ソナタ7番より第1楽章でした。この曲はですね、大学入試の時に、弾かせていただいた曲になって、すごく思い出の、思い入れの深い曲となっています。このちょっとハイアップテンポな感じなところがすごく好きです。では次の演奏に移らせていただきます。
2曲目でした。2曲目はショパン作曲の軍隊ポロネーズでした。さっきの曲、ベートーベンの曲ですね。ベートーベンの曲はこの曲よりも少し前の曲なんですけども、それより最近の曲になります。この曲はとにかく和音が多くてすごく腕が疲れるんですけど、すごく音圧が重たくてすごく好きな曲です。これもではここまでちょっと忙しいようなちょっとうるさい感じの曲が続いたんで、今からちょっと静かな曲を1曲演奏したいと思います。お願いします。
3曲目ですね。3曲目なのでこれはベートーベンのソナタ曲の中でも有名な悲愴ですね。この曲は、3声に分かれているのがすごく特徴的で、ものすごく綺麗なメロディーとそのレガートの感じをよく使っています。この曲は、そのアニメ心が叫びたがっているんだっていうアニメの、劇中にも使われている歌で、すごくミュージカルとかにも使われてすごく、綺麗でな感じの曲です。それでは、次からちょっと現代に、入った曲を2曲演奏させていただきます。まず1曲目は、森田真奈美さんで I am です。でした。一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。報道ステーションの曲で、今はちょっと違う曲なんですけど、昔使われていました。その曲を聞いたときすごくかっこいいなって思って聞いてみたいなって思いました。はい、それでは次が最後の曲になります。最後の曲なんですけど、これは、小林幸子さんが、カバーしたことでも知られる、千本桜という曲です。この曲はもともとボーカロイドの曲なんですけど、ボーカロイドというのは歌唱ソフトのことで、そのソフトに歌ってもらってる曲なんですけど、それをまたピアノで演奏することによってまた違った表情を得られるというか、すごく、疾走感のある楽しい曲になると思うので、最後までお付き合いくださってありがとうございました。それでは千本桜です。お願いします。
失礼でした、本日は、5曲という短い間でしたけど、この市役所にご集まりいただきありがとうございました。